戦場的には。あ、これですね、あの、はい、ワールドマップの方なんですけども、この中から今日はあのちょっと割とこうシステマチックなところで分かりやすいところで、あのブレイブの方をお見せしたいなと思ってます。おー、お願いします。これ背景は、あ、ここはですね、はい、ステージは一体遥かなる 時の中でのステージですね。ああ、もうね、気づいてる方いらっしゃいますね。東京駅とあのレンガ街の融合したステージになってますね。はい、じゃあ早速始めていきます。はい、よろしくお願いします。おー、じゃあまずそのブレイブっていうのを無視して、はい、戦った場合どうなるかっていうのをまずお見せしたいなと思ってまして。あ、ブレイブ上げずに、はい、最強の呼び名の呂布ですけども、ね、この呂布でブレイブさのある敵に戦ったらどうなるかっていうのをちょっとやってみたいと思います。はい、お願いします。ちょっと本当はですね、こう戦っていくんですけど、はい、今回もぶっちぎっていきなり強いやつに行ってみたいと思います。制限時間もありますもんね。そうです、そうです。これは戦うことによってブレイブが上がってくるってことなんですね。そうですね、敵を倒したりミッションをクリアしていくとブレイブが上がってきます。あ、だから今も誰も、そうです、一人も倒さず脳経験値 でここにですね、はい、ブレイブ7のかすみがいます、ね、ブレイブ7、はい、待って、ウィリアムなんかハート出てましたけど、これはですね、はい、愛属性愛属性と、あの前回ちょっとやりましたけど、愛ってなんだって言って、ええ、ね、愛属性、そうです、はい、愛属性というのですね、あのいろいろ聞いてきたらですね、はい、あの魅了状態っていう状態変化が起きまして、その状態になると一定時間経つとあのハートブレイクしてあのやられが発生するというような仕組みに、え、もう見とれちゃって魅了されてるみたいな、そうですね、魅了されちゃってる表現ですね。あ、それが愛ですね。いたちょっとあの、どうしました今、台本ぶち壊しにしてやろうと思って、はい、頑張ってやってみたんですけど、はい、もう全然普通にやられました。やられてますね。もう全然ないですよ。やばいゲージが危ない危ない。いや、まだ頑張りますよ、頑張ります。 HP 全然ないですよ。すあやばいやばい、マリンちゃんにやられる。あ、やばい、かすみじゃない、マリンちゃんにやられる。あれ、まあそんなことでですね、はい、あのいろいろ私も何百時間もやってますけど、はい、ちょっと勝てないんですよね、こうなっちゃうと。あ、もう全然ブレイブが溜まってないと、さすがにブレイブ1と7とかだともうこんなもんだ、きついと。これでもあのでリハの時、いや、やられるまでに5分かかりますからねとかって言ってたんだけど、もうざっくりでしたね。めちゃ全然かかんなかったですよ。次はじゃあちょっと、はい、まあ、真面目にというか、真面目に、まあ、王道であのブレイブをしっかり上げていきながらみたいな、はい、ちょっとそういうプレイにしてみたいと思います。ちゃんと敵を倒して、はい、まずはちょっと敵の、まあ、武将だったりとかを倒していくと、まあ、経験値もらえるので、まあ、その辺で、そうですね、うん、早速ブレイブアップもう目に上がりました。お、早い。あ、すぐに上がるんですね、ブレイブって。そうですね、最初はすぐに上がってくる。痛い痛い痛い。にゃが様よ、にゃが様。にゃが様はたまに見失いますね、ちっちゃくて。そうなんですよ、ちっちゃいので。かわいい。なかなかちょっと、ちょっと裏に回り込んで。あー、やばい。ブレイブさがなくてもやられるというパターンかもしれないです。ダメですよ、それ。全然それは見せれないじゃないですか、ブレイブを。ちょっとスキルを使っちゃったりして、はい、そうですね、せっかくだからいろいろと見せていきます。ちょっと本気でいきます。はい、ニャガ様めっちゃ可愛いですね、本当に。そんなニャガ様にやってしまう。はい、でもニャガ様結構硬いですよ、ブレイブさん。これタイですね、2対2の時ですね。2対2だと大体これくらいな、同じくらいの、はい、ニャガ様硬いな、意外と硬いです。やばい、撃たれてる、やばい、強い、ニャガ様強い。さすがにあの天下を取るようなキャラクターだけあって、なかなか強いです。ニャガ様は人を使うの上手いですから。そうですね、猫狩る兵がたくさんいますからね。まだ暴れたりんぞ。まあ、そんなのでミッションっていうのをやると、はい、あのブレイブ上がりやすいんですけど、ね、ミッションはこのように確認できたりもしますので、あ、ちゃんと分かるんですね。今回ですと拠点を取るというのと拠点を守るっていうやつですね。うん、なので拠点を取りましょう。拠点が赤くなった、赤いマップ上赤くなってるところですね。ここは拠点なので拠点をじゃあちょっと取りに行きます。はい、もうガンガン制圧しちゃってください。さあ、ここには誰がいるのかな。ここはザコだけですかね。ここはザコのみ。拠点はあのザコいっぱい倒すと上に書いてある数字です。あれをどんどん減らしていって、減ってますね。で、あれがゼロになると、まあ、拠点の主みたいなのが出てくるので、それを倒す。あ、減り切
ると主が出てくるんですね。そうですね、はい、あ、無理ちゃん邪魔が入りました。で今なんか自分すごいひどいことしました。でレグリナ持ち上げてダーンってしましたよ、はい、怒った、本気出しました。あ、ちょっとレグリナはちょっと本気出しました。めっちゃ怒ってるじゃないですか。向こうトラップをガンガンやってきますんで危ない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 。大丈夫ですか、体力的な意味合い大丈夫ですかこれ。ちょっとじゃあちょっと必殺技、必殺技バサ、ひどい、今足元にマリーちゃんがいたのに。あ、レグリナやばい、敵本体来ましたよ。大丈夫ですか。大丈夫です。半分ですよ今、 HP 半分ですよ今、ね、女の子にも容赦ないですね。最近の良くないんで、バサバサって敵があんまり何も考えずに倒していくと、やっぱ体でかいですね。そうですね、他のキャラにもう一回りね、大きいですよね。あ、制圧で、ここの拠点が取りましたので、はい、もう一つ、二つ拠点を取りなさいということで、こちらに。で、拠点を制圧するときに、はい、ちょっと今回ですね、ヒーローチェインというのをヒーローチェインお見せしようと思うんですけど、チェインってことはなんか繋がってくる。そうですね、一時的に味方のキャラクターにこう操作を移して一緒に戦うっていうことです。並んで戦えるっていう、さらに目指していくと、さらに3人で3人で、あー、繋がってますね。そうですね、はいはい。でこれ最大から5人までいけるんです。5人で1本バリがいける一層って、一瞬でとても取れました。お、ウィリアム来た、ウィリアムいます、やっぱり見逃してた。ウィリアムいます、今あ、本当だ本当だ、いる。華麗な戦いぶりだね。いや、なんかやっぱウィリアムで無双すると不思議な気分になりますね。そうですね、あのウィリアムとはまたちょっと違う味付けで、ね、だいぶ味付け変わってて面白い、はい、楽しんでいただけますね。あ、マリーちゃんまたいる。マリーちゃん、マリーちゃんまだ倒してない、倒してないですね。ちょっと今ブレイブは5なので、もうちょい上げましょうかね。そうだ、ね、敵のヒーローを倒していって、あーひどいひどい、あーひどいひどい、なんてひどい。美味しく美味しくいただきました、マリちゃんも。大丈夫ですかその発言。ブレイブは6になりました、ね、はい、はい、6になりましたので、はい、6対7だったら多分いけるかなっていうところなので。本当ですか、 HP だいぶ減ってますけど大丈夫です。いいんですかこれで、いけちゃうもんなんですか。ブレイブたまれば本気を見せましょう。おー、じゃあちょっと先ほどあの2分ぐらいで落ちたフルピーの本気を見させてもらいましょ う。で今回はあのダッシュ中にこうやっての、はい、足を止めずに攻撃できるっていうのがこっそり今説明してたんですけど、へー、これあの走りながらわーいわーいって切りますので、はいはいはい、これザコを借りながら移動してもらうっていう感じも止まんないですね、はい。あ、今魅了されてません？あ、魅了されてました。ね、今ハート出てましたよ。こちらの思い通りだ。でも完全に見とれてましたよ今。見とれてましたね。はい、あ、走れ、ね、走りながら殴れるのすごいなって聞きます。その辺もあのやっぱり移動が飽きちゃうっていうご意見いろいろありますんで、その辺をもちろん楽しく遊べるように快適にっていうところで一つ盛り込んでみました。はい、これあの教えてフルティの質問そろそろお答えず、あ、全くこれ、はい、忘れてましたね。これちょっと答えてもらいたいんですけど、全く忘れてました。はい、これあの敵としても例えば陶器での鬼が出てきたりなんてことあるんでしょうか、それともオロチのように無双スターズオリジナルの敵が出るのですかっていう質問ができてますね、はい、そうですね、あの、はい、陶器伝だったり忍者ガイデンだったりっていうところからの、あのザコも出てきますし、まあ、今戦ってる相手も、まあ、本作用のというか本作のオリジナルですね、はい、ちょっと獣人系のキャラクターのザコもいますし、はい、ちょっと汎用武将的なものもいますし、私魚粉がプニーと戦ってるのはちょっと面白い。ああ、そうですね、ちなみになかなかこれまでありえない組み合わせで、あっ、しゃべってるところまで危ないです。俺こそ最強だ。あ、これ、あ、まだ残ってますね、まあ、あと必殺技、はい、あ、無双奥義ではなく無双容疑みたいなのありますかっていう、変わるものとしては、はい、あのスキルだったりとか、はい、あとは無双フィーバーですね、ちょっとやってみましょうか、はい、無双フィーバー、こちらもガラッと 見え方はこれ変えているので、はい、だいぶポップですね。そうですね、単純に必殺技っていうわけじゃないんですけど、もちろん強い攻撃ですし、気持ちよさが今まで段違いになってますね。
みません、あの質問がね、ウィリアムが応援してる姿に全然出て入ってこなくなって説明が。ダリウスも応援してるし、結局ね、かすみ倒しちゃいました。あ、倒しちゃいました。ノリノリめっちゃ面白くないですか。超応援してるんで、みんなに応援してもらって、あと攻撃もしてくれてるんで、はい、もう一気にこれで派手です、ね、何百人何千人が倒せるっていう。これあの新しいアイドルユニットですか。そうです。の今の5人組の男性ユニットみたいになってましたけど、はい、しかもなんかあの光るからサイリームみたいに。ああ、そうですね、ライブ、ね、アイドルのライブ会場みたいな。はい、まあ、そんなことであのカスミスパッと倒せましたので、まあ、こんな感じで、そうですね、ブレイブを上げていくと戦えるっていう風な形で、あのいろいろ設計してますので、あのチャレンジしたい方はいきなり挑戦してもいいですし、じっくりブレイブを上げながらっていう楽しみ方もできます。これあの応援してくれるのってやっぱり女性キャラを一緒に連れていくと、戦場に女性キャラが応援してくれるんですよね。そうですね、あの連れて行ったキャラクターがしっかりいらっしゃってますので、可愛い女の子に応援してほしい方は、ぜひ女性キャラと一緒に戦場を連れて行っていただいて、連れて行ったキャラクター応援したりしてもらうと U コードも上がったりもしますので。 U コードね、はい、この後出てきますね、 U コードまた。 U コードは見ながら大事ですね、 U コードは本当に、はい、ちょっとウィリアムが勝ってみました。あ、こんな感じであのヒーローチェーンしていくと、まあ、一時的ですけどいろんなキャラクターを使いたいもしますので。私の知ってるウィリアムはこんな動きしなかった、すごいですよね、はい、動き自体はウィリアム下にするけど、そうですね、一個一個の動きは、はい、原作からしっかり持ってきてます。そうですよね、やっぱ敵の吹っ飛び方が全然違うから面白い。危ない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 。新しいやっぱりダンスアイドルユニット、はい、ですね、5人組、はい、って言ってる間にバトルクリアしてました。あ、はい、危なげなくブレイブをしっかり上げていくとこういう楽しみ方ができるということでございました。ちなみにあの川原ずっとアクションを今はディレクターですけど担当してたので、はい、なんか難易度とか普通なんですか。あ、そうですか。あ、難易度変えれる。普通ですけど、はい、ちょっと難しくしましょうか。それぐらいやっぱりないとちょっと難易度いつでも変えられるので。あ、難易度いつでも変えれるんですか。激ムズで、激ムズはちょっと放送されるんですか。激ムズすぐ終わっちゃうと困るんで、じゃあ難しいぐらいにしときますかね。だいぶ上がりました。難しいにしときましょう。はい、そんなちょっと難易度変えて、はい、でカードですね、ヒーローカードの方なんですけども、はい、あのキャラクターごとにカードっていうのがありまして、であの名前の右側に、はい、あの雷とか闇とかって書いてあるのが、これがあのカード属性というものでして、はい、この属性というのが非常にあの強さのウエイトを大きく占めているものなんですけど、闇のナオトラ。そうですね、あのカードの色も実はこれで変わったりはしてるんですが、愛しか目に入らないんですけど、愛属性、愛属性、愛属性、あ、ピンクですねやっぱり。愛属性で今回はですね、ちょっとこの闇って書いてあるこれ、闇、これが強いカード用意したので、ちょっと中二病なナオトラってことですか。そういうわけじゃない。あ、そういうことじゃない、あ、違った。闇属性っていうのはですね、はいはい、あの敵に攻撃を当てた時に敵があの動きがゆっくりになったりとかっていうちょっと強い効果を持ったものですね。うーん、この辺あの若干ネタバレになるのでちょっとスキップします。あ、あーあーあー、静止画もかわいい、はい、でこんなところで今回戦ってもらおうと思います、はい、敵が敵めっちゃいますね。こんなのがいますね、はいはい、じゃ早速やっていただきましょうかね、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、頭脳派ですからね。はい、どんどんハードに乗り押しはダメですよ。ハードを駆使する頭脳派ですからね。頭脳派、この戦国のようにあの戦国無双のナオトラの通常攻撃もちろん再現されてますし、はい、まあ、さらにチャージ攻撃なんかも。あのナオトラといえばこの回し技とかの、まあ、対実で戦うというキャラクターなんですけども、はい、きっちり再現してもらってますね。今すごい気になる瞬間がありました、うん、あっち側から見るのちょっとね、え、蹴るの正面から見れるのっていう、今めっちゃ気になる瞬間がありました。見覚えのある街なんだぞ。通常攻撃
チャージ攻撃の仕様なんですけど、はい、今回英技、戦国無双シリーズではおなじみの技なんですけど、これも入ってまして、しかも戦国無双シリーズですと、はい、ゲージを使って出す技なんですけど、本作では結構無制限に出せる。そうなんです。へえ。この辺もだからちょっとあんまり制限しちゃうとなかなか初心者の方とか、このキャラクターを知りたいのにって方にはちょっと難しいかなと思っていて、もうちょっと優しめに、もうやれることはやってしまおうっていう形で、もう無制限でやれるようにしちゃいました。無制限だけど難しいやりたい人は、まあ、激ムズにね、そうですね、設定してもらえれば変えてもらえればね、楽しんでいただきます。技を出すときに音のツインテールがくるくる回って耳みたいに可愛いですね。ウサギの耳みたいな。戦国無双のファンの方ご存知かと思うんですけども、このナオトラ結構露出が多めな衣装を着てるんですけども、これ厳しいこういい家の家訓で、はい、おじいさんの言いつけでこの鎧を着ろと言われて、どういう家訓なんですか？代々伝わるものがあるのでこれをっていうことで、それはやっぱり愛属性で魅了して強く見た、そういうこと。いや、まあ、そこまで考えてるかどうかはまあちょっとわかんないですけど、わかんないけど、はい、なのでちょっと、はい、ナオトラちょっと体術でこういうアクロバティックな動きするんですけども、はい、ちょっと恥じらいもあったりして、 そうです、はい、それが今までの戦国武装のキャラクターにそういうタイプがあまりいなかったので、結構喜んでいただいてるっていうのもありますよね。その辺のキャラクター設定も本作をやるとちゃんとフォローされて、あ、そうなんですか、はい、このキャラクターどういうキャラクターなのっていうのがしっかりわかるようにしてますので。あ、じゃあ、あ、今すごい揺れたなちょっとびっくりした今。そうですね、あ、めっちゃ揺れ、すごいですね、恥ずかしいってめっちゃ揺れてましたけど今。このように無双技も忠実に再現されて、はい、この腕の上も、はい、再現されてます。さらにですね、本家戦国無双の技だけではなくて、はい、本作用に収録されている技なんかもありまして、この技なんかは無双スターズ用に、入っているわけですね。あ、でも全然違和感がないですね、同じ足技で。でよりそのキャラクター性が強く出るというところを狙って、まあ、その蹴り技が中心なので、そこをさらに連続キックで強調してあげたっていうような効果性で新しい技が追加した。本当に違和感なく、きっとね、ナオトラの元のキャラクターの攻撃を知ってる方でも、そうですね、そんなにあれこのキャラこんな動きしないっしょというのは全然ないですね。島田ももちろん監修してますので、その辺は厳しい監修がまあ大事ですからね、やっぱり公式に出すもんですもんね。あ、気持ちいい。あ、敵将を撃ち取ったり。さらに戦闘の初めに2番ヒーローカードとヒーロースキルということで、ちょっとヒーロースキルについても説明したいんですけど、はい、お願いします。このように防げたキャラクターの人使いに、によっていろんな効果が発動しまして、今回は下に使いたので、はい、敵を弱体化させる効果でしたっけ。リスナーあれば自分が弱体化してるのをリセットするっていう効果だったんで、今空打ちでした実はこっちですね。これが、これ無敵になる。無敵？無敵です。この間も全然体力やらないんで。あれ、あれなんですか、これ。あの奥に、奥になんかグリーンなのに、そう、気になりますよ。あれはですね、はい、応援砲という兵器なんですけども、はい、分かる人には分かると思うんですが、Toukiden の防炎魔、防炎魔をちょっと模したものになってまして、まあ、いろんなところからのこのヒーローたちが集まってくるときに、その防炎魔のエッセンスも一緒に入ってしまう。で、その防炎魔自体ではないけども、はい、でそれがこう具現化されて、こういった兵器に変化してしまったっていうものですね。まあ、なんであそこの目の前にいるとファイアボールが飛んできて非常に痛いことになる。そうなんだ。あ、動いたりとかしないけど火吹くみたいな。そうですね。これ仲間の体力とかって回復できるんですかってさっきコメント入ってたんですけど、それもやっぱさっきの仲間のスキルを使うと。そうですね、回復スキルを持ってる仲間がいるかみたいな。そうですし、メンバーではなくてバトルに最初からいるキャラクターはピンチになった時に自分が近づくと回復するっていう仕組みも入ってますので。そんなのあるんですね。仲間助けてくれっていう方に行ってる時に助けに行くと回復するっていう感じですね。あ、その時間以内に近づけば
はい、大丈夫みたいな。死んじゃう前に行けば助かるですね。そうそうだそうだ、大事な、なんか思い出しました。ウルフィーの回答しなきゃいけなかった、ね、そうですよ、後でやるって言ったじゃないですか。そう、そうミッション、あ、ミッションありますかっていう戦国とかにあったミッションですね。で今回あのマップ上にちょっとわかんないですかね、緑色で出てるやつがミッション、あの大きいのは、はい、あのメインミッションっていうところで、あ、そこにまず向かってくださいっていうやつですね。他の緑の旗とかもありますね。そうです、左にある方があのサブミッションっていうやつで、こっち側のこれクリアするとブレイブが上がっていくっていう仕組みのものですね。あ、ブレイブを上げるのに有利になるミッションがある、はい、右側のところに。そうですね、はい、ぜひ行ってください。あ、シュウソウの足が速くなる、シュウソウのスキルはそうですね、はい、移動速度も上がるので長い距離移動したいときお得です。蹴りながらめっちゃ速いスピードで進んでますね。攻撃速度と移動速度、めっちゃ速いですね。速度がポイントになってあったみたいな、はい、そこら辺をちょっと強化してみました、はい、で先ほどからのスキルを何度か使ってもらってるんですけど、はい、スキルは以前はですね、うん、3つっていう風にお伝えしたんですけども、うん、途中で1個に実は絞りました。ああ、そうなんですか、はい、ここは3つにしたときにちょっと操作系が難しくなってしまうのと、あとはその特色をより出そうということで1本に絞りました。でその代わりに覚醒スキルっていうのを用意してまして、ブレイブ上がるとアッパーバージョンのスキルが使えるっていう形に変更しまして、アッパーバージョンのスキルというのはより効果が高いものですね、はい、先ほどのあのシュウソウですと、はい、最初は足が速くなる、攻撃速度が速くなるだけなんですけど、覚醒スキルになるとそれに加えて必殺技のゲージがどんどん回復していくとかっていう追加の効果があったり、はい、そういった形で一本化することで分かりやすく、より特徴が出るようにっていう形に変更しました。今ね、質問答えてもらったんですけど、みんなが魚？魚ってめっちゃ魚に食いついてるんですよね。これは一体どういうことですか？魚ってこれはですね、はい、このバトルはロスが織田信長なんですけどね、はいはい、なかなか出てこないんで、そこすごい、大事な昼飯がそうなんです、魚食べてんだやっぱり。うるさいよね。ちょっとやっぱ信長公も、はい、お魚大好き、猫なので、はい、好きなものがちょっとありまして、お魚だったりとか、はい、また旅だったりとか、興味、あ、惹かれましたよ、興味も持ちましたよ。そうなんです、敵が接近して、で出てくるよっていう感じですね。でも信長が出てくると危ないので、かすみがちょっと様子を見てきますっていう風な形でかすみが出てくるところですね。意外となんか庶民的っていうか、ん？魚？みたいな、ちょっと言っていいぐらいのテンションをかすみがいやいやいやみたいな、そうなんです、ふわっと出てきちゃったりするんで、ニャガさんめっちゃ可愛いじゃないですか。何者かが入り込んできたみたい。かすみ超有能じゃないですか。かすみやっぱり忍者ですからね、うん、この辺はその辺はちゃんとやっぱ守るべき相手に、そうですね、はい、キャラクター性しっかり出るように、はい、でかすみとあやねのこの関係性なんかもこういうところで描いていって、今もかってコメントがね来てますからね。そうですね、うん、もうちょっとで千人切りですね。あ、ほんとだ、下の方出てますね、右下に来た、霞が走ってきた、ちょっと無敵になってます。あー、アクション得意な川原ディレクターなんですけど、おかしいですね。いや、ちょっと企業スキルを説明に来たんで、はい、あ、でもこれもね、ちゃんとした戦法ですからね。戦略の一つですね。ここで使うのか、この後きっと信長が出てくるだろうっていうところで使うのかみたいな、あ、いろいろ考えて使えるわけじゃないから、ね、はい、城の近くでネズミを見つけたとのこと。ネズミ呼ばれちゃったんです。であとはこのメンバーですね、はい、4人同行できるんですけど、これに指示をできるのかっていうご質問が来たんですが、直接的な指示はできません、はい、あ、はい、できないんですけど、先ほどのようにスキルを使ったりだとか、はい、ヒーローチェーンですね、そういうところで操作を切り替えたり、一緒に並んで戦ったりっていうところで、今回はそういうところで遊んでほしいなと
っていう形ですね。ちなみに今もうカーブのやばい状況になってます。やばい、体力が、ゲージがちょっとやばいですよこれ。あのほのかのスキルをちょっと使ってみますか。ほのかは一体どういうスキルなんですか。ほのかはですね、はい、じゃんけんの仕組みで、パーあ、ラッキー、え、あ、回復してる、回復してる。え、何、どういうことですか。じゃんけん、グーチョキパーで、はい、体力か、必殺技か、あのスキルのゲージのいずれかが回復するっていう効果なんですよね。じゃあ体力回復したいなと思ってほのか使うと、はい、たまに回復してくれるみたいな。3回に1回ぐらい。うまいこと聞いちゃいましたね。番組的には赤いままの方が面白かったね。そうですよね。ちょっとやっぱバラエティーをね、勉強しといてもらえるかな。ちょっと空気読んでくれないとなっていう、ね。あとね、さっき飲み山様がネズミ間違えてて大興奮して出てきたの。ネズミと魚が近くにいるだとみたいな。そう、ちょっとこう、お茶目なところもあるんで、ね、だいぶお茶目ですよ、はい、めっちゃ可愛い。あ、ニャガ様は出てくる、あれ待って、ね、撃破してる、うん、まあ、この後ですね、ニャガ様、ここまでで下ですかね。ニャガ様は、ノタノブニャガの、あ、撃破を、あ、そうです。ニャガ様、あの、最初に自分がいたところに、はい、もう攻めてきてるので、向かってください。はい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 、あ、迷子ニャガ様を探しに。あ、行けない。あ、行けた行けた行けた。あ、ここさっきあれですね、通ったとこですね。移動してる。移動早いですね。ニャガ様、魚を追いかけてるんじゃないですかこれ。あ、めっちゃ可愛くないですか。魚を取ったところに向かってるってことですか。そうですかね、はい、あれもなんか行きましょう行きましょう。あ、いた。あ、猫ガルヘ。あ、いたいたいた、いますいます。お、あ、かわいそう。ひどい。あ、見た、見ました、いたいた。意外とやっぱ難しいな、敵ザコも硬いですね。こちらの今流れてる BGM は、はい、あのロブニャガーのテーマですね。ちゃんとその使っているキャラクターの、そうですね、ポイントポイントで、はい、BGM も変えてます。ゆっくり、ニャガ様、ニャガ様、ニャガ様どうしましょう。自分がゆっくり投げ状態とか、ああ、そうです、そうです、あのナオトラがつけていた闇属性、これを今食らうと、うんうん、自分がゆっくりに頭の上にこう紫色の効果が出てた時が、はいはい、その闇属性を使うんですね。ロブニャガはその技を使ってくるので気をつけないとですね。あ、ニャガ様も、そうです、闇属性を相手もやってきます。かなり惜しみなく揺らしますね。そうですね、え、はい、あー、打ち取ってしまった。あ、よく見つかって、あのびっくりした顔めっちゃ可愛いですね。悪い返った。あ、ちょっとフルピーまだ残ってますよ。ヒーロースキルの合体スキル、はい、あります。残ってます。あります。すいません、実機での紹介ふんわり来た。紹介しない、またの機会に。またの機会に。まだ1回ね、ありますからね、はい、いただこうと思います。はい、はい、お風呂はですね、この聖域って呼ばれるところにございまして、はい、あのキャラクターたちが休んでいる憩いの場所なんですけど、うん、そこにこんな風に温泉マークのお風呂がありますので、はい、じゃあ早速入ります。僕、川原さん、ちなみに誰が見たかったですか。今3人、4人だったら。ああ、出てきた。タイミング的に出ちゃいました。出ちゃいました。これは、これが、はい、ということで、はい、大賀が見事選ばれました。すごいこと喋ってますけどね。あの、え、いや、すまない、ん、忘れてくれ。あの、え、大賀さん別にあるじゃないですか。え、そう、まあ、まあまあまあ、え、そうなんですけど、やっぱり謙遜、謙遜の心ですね。え、全然あるでしょ、あれ。まあ、あとはその、はい、ナオトラと比べちゃうとっていうところかもしれないですけどね。ああ、そういうことなんですか、全然あるけど。じゃあナオトラの方見てみますか、ちょっと。ナオトラ、あ、ここでちょうど、ああ、いや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 、十分移植してますか、これ。いやいやいや、これめっちゃちゃんと2人ともあるじゃないですか。っていうか、ナオトラはこれ赤いバスタオルですね。そうですね、はい、あのテーマカラーというか、あの先ほどの鎧の赤、うん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 、こちらをちゃんと入れ込んで、はい、オーカの方は桜が名前にも入ってる通り桜が好きっていうことなので、
桜をこう散らした感じのタオルになってます。これまあまあこれ女風呂ということで、はい、2人がね入ってるのは全然何の違和感もないし、すごい美しい絵で楽しめたんですけど、はい、呂布とか雪村ってあ、言ったか。一体何が起こったの。今出落ちみたいに揺れましたけど、一体これは。はい、こちらはですね、はい、そうなんです、柔らかエンジンの本作バージョンでどのようなことが起きているかというところで、その辺をちょっと集めてみました。揺れましたね。これが青い血の力だ。あ、今下土的なものが揺れましたね。あ、これさっきね見ました、はい、これは柔らかエンジンが入ってるんですか。柔らかエンジン4無双スターズが入ってます。気をつけて。あ、そのためですかね。まあ、呂布はもうこれですよね、はい、いつもの呂布。これいつものなんですけど、はい、ここに筒香選手も、うん、はい、これはこんな感じのことになりますので、羽がちゃんとブルーと白の、はい、もともと赤と黒だったんですけど、はい、ベイスターズカラーの触覚っていうんですかね、この、まあ、皆さんは触覚って ね言いますよね。触覚って私が言っちゃいけませんでした、うん、はい、羽飾りですかね。羽飾り、はい、ここのあ、雪村も、はい、雪村は何だろう。雪村ですね、鉢巻きのところしっかり六文線入ってるところ、これもともと赤いやつですけど、うん、ここもベイスターズカラーにブルーに置き換えてます。なんかあれですね、めっちゃ髪の毛が髪型がちょっとイケメン風の髪型だったんで、社会人草野球チームみたいな。あ、そうですね、イケメンの営業さんみたいな感じにそうなんです。雪村ちょっと最初帽子かぶせたんですけど、はい、帽子かぶせるとなんか誰だか分かんなくなっちゃったんで、あ、ちょっと帽子は一回置いといて、鉢巻きをつけるっていう形でやらせてもらいました。本当有馬は、ね、違和感が一切ない。はい、ちょっとバトルの方で、はい、やってみたいと思います。はい、お願いします。あ、でせっかくなんで、はい、ここサキさんにやってもらおうかなと思うんですけど。あ、いいんですか。よろしいですか。私実はね今までプレイしてなかったんですよ。そうですか。そうなんですよ、見てるだけだったんですよ、今まで実機プレイを。大丈夫です、バッチリこのユニフォーム姿で戦っていただけると思うんで、はい、おお、やばい、いる、3人ともいる、3人ともいる。そうなんです、背番号、後ろの名前なんかもちゃんと再現してますので。あ、やばい、雪村が見えない、はい、雪村なんかすごい顔つきがたくましいからそうなんですよ、大真面目な顔をして、ね、あ、でも大地も本当に違和感ないし、呂布呂布これめっちゃ強そうですね、この人。そうですね、やっぱりどんな姿をしてもこの威圧感っていうのは変わらないですね。変わんないですね、はい、じゃあ早速プレイしたいと思います、はい、行ってみてください。アクションそのものはユニフォームが変わってもアクションは変わらないので、はい、そこはご心配なく遊んでいただけるかなと思います。安心して楽しめると、はい、これせっかくだから大きいビックリマーカーとか行きますか。あ、行ってみてください、はい、お、これはなんかキャラクターいるかな。誰かいますか、ね、誰かいますかね。ジャックってよくね、プロボロス、これは忍者ガイデンのキャラクターですね。あ、さっきの川原ディレクターの設定のままなんで、難易度が難しいになって。いや、嘘でしょ。え、だからなんでちょっと硬いの敵。いけます、いけます、いけますその上バッテリーがやばいという警告が。嘘、嘘でしょ、嘘でしょ。大丈夫です、いけます。嘘でしょ、なんで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 、ベイスターズのユニフォーム着てるからいけます、はい、嘘でしょ、ベイスターズそんな無敵なんですか。これえっと応援してくれるやつ、味方が応援してくれる無双フィーバーですね。無双フィーバーやりましょう。フィーバーってどこを溜まったらフィーバーになるんですか。 R3 ボタン押し込みしてください。最初から1回は使います。1回使える、はい、じゃあちょっと早速使おうかな。はい、はい、来ました、無双フィーバーです。イケメンだったな。ここももちろん、これめっちゃ面白い。何これ。ここももちろんユニフォーム着てますので。え、完全にベイスターズファンの人が球場で応援してるみたいな。なんと力強い、なんと力強い
っと両方来るのかな。両方もうちょっと倒すと。もうちょっと倒すと来るかな。来るかな。来ない。あ、やばいやばい、間に合わない間に合わない。あ、間に合わなかった。両方は見れなかった。まあまあそんな感じで。完全にあの球場に来たファンの方みたいになってましたね。一生懸命やってるファンがゲームの中に来ちゃったみたいな。来ちゃった。あ、これ面白い。遊んでいただけます。あと一応難しい設定にはなってましたけど。はい。そんなにあの一応難易度は高くて敵の削れ方は少ないけど、そうですね、ちょっとそんな即死するってほどでもなくて、はい、無理なく遊べそうですね。でも結構これ難しい。推奨レベルだいぶ高かったんで。あ、マジですか。だいぶ難しいところですね。これちゃんとじゃあ攻撃を避けないと。はい。まあでも倒れてしまうみたいな。そんな中でも戦えてるので。はい。まあお上手なので。やばい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 。あーやばいやばいやばい。ということで、はい。まあそんなところで、はい、動く。これリクライニングシート。そうです。マッサージチェアで、あそこでちょっとリラックスできるっていう。私にやられたいの。そんな意外なヒーローの一面を見せたりしたいと。はい、違和感ないな。ああ、そうですか。来てますよ。よかったです。嫌なぁ、かっこいいなぁ。いや、本当に一押しの出来ですね。ねぇ、いいですね。はい、やってみてびっくりしたっていう感じですね。うん、ああ、好きすぎる、似合ってる、僕がいいな。エロい、シンプルだな。あ、エロいコメントが。そう、背面から見た時のこの際どさがちょっと見えてますか。いろいろこう物議を醸したんですけど。あ、醸したんですね。ちょっといろいろ加工しなきゃいけないかなみたいな。実は、あ、はい、あんな直接見えちゃうちょっと飲んでんだけどこちらも結構見合ったかな。似合いますね。アリの隊長何でも着こなしますね。もともとあの武器を持ってるのは非常に武士が出てきたっていう話。うん、納得の。あ、それっぽい。そうですね。こちらはオフーナとの。かわいい。ね、でも、はい、マリちゃんの役なんかも非常にあの衣装と合ってる、ね。ぽよんぽよんしててかわいいですね。はいはい、以上ですかね。はい、はい、ありがとうございます。